3番手、11番の長野ディアマンテ、外差がなく6番ユーバーレーベンです。
そしてその後は上がっています3頭1段で、内から4番のレッドガランです。間にいるのはダーブ、そして外から13番のディアマミュールと固まっています。向こう上面へと角度が入っています。そしてその後ですが、ダドンマジェスティがいて、そしてそのうち3番のエヒト、外からスッとレッドジェネシスが位置を上げていきました。間にいるのが、これが5番のサンデーポケットという体勢、後方から3頭目、後方の2頭ですが、内が9番のジェラリリーナ、そして外が16番のマカヒキという体勢です。さあ、内回りの第3コーナーをカーブ。レースの落後を刻む11番のアフリカンゴールドのリードは現在2分の1馬身、残り800を通過。外からマリア・エレーナ詰めていきました。そしてその外からはゼッケン6番ユーマー・レーベンは3番手の位置です。そしてその後方1番のタガノディアマンテのうち、外は8番のダーフ、間をつくように4番のレッドガランがつけております。そしてその後かなり売れまして、7番のダドン・マジェスティンが中段外め、外マクリオに上がっていった9番のジェラルディーナ。さあ、第4コーナーカーブ、4コーナーカーブからさあ直線に向かって、アフリカンゴールドが先頭、入り口のコースを取ってまだ1馬身のリードあります。マリア・レーナ、タガノディアマンテ、そして外からはユーマー・レーベン、コースとおきましては4番のレッドガラスの足、前の争いですが、粘る粘るアフリカンゴールド、アフリカンゴールド迫っている。2番手の位置、タガノディアマンテ上がってきた。先頭はアフリカンゴールド、押してってゴール、アフリカンゴールド、アフリカンゴールド先制のバスケを仕切りました。一番パッド重賞制覇、2回以来の勝利、アフリカンゴールド見事です。
3、4マシンが来ました。後ろ3頭が離されました。8番サンストップと後方3頭目、3マシン差で6番アケルナルスター後方から2頭目、2番アサヒ最後方です。先頭からおしまいまでは12、3マシン3コーナーカーブ。8番 B アストリッシュの先頭、 1000m の標識半前48秒で通過しています。リードは3マシン。2番手に7番デッドモンウェーブが上がって3、4コーナー中間で、3番アバンジュリー3番手、4番手外の9番ジュンクロスタム、内5番ジオフィリックは5番手で折り合っています。その後10番バノンペルーが追走で、3、4コーナー中間から4コーナー、4番 AC シトルズ、11番バノンスコーピオン、アケルナルスター3ストップと2番アサヒは依然最高峰の内を追走。4コーナーカーブから直線に向きます。Bアストリッシュの先頭、Bの3マシン取りました。2番手がレッドモンベール、残り4脚外を登ってきます。3番手アバンチュリー、外側が9番ジュンクロスタム、各部の相手は上下、内の外側アバンチュリーが追い込んできます。内のシストリー先頭、1番手 Bアストリッシュの元先頭、Bの高橋2脚を切りました。2番手から追っていくか、10番バロンベルーがジオフィリック、現在3番手レッドモンベールとジュンクロスタムです。先頭突き抜けた10番のバロンベルーから、10番バロンベルーが先頭で5位、2着5番ジオフィリック、3着8番 B アストリッシュの1着5番ジオフィリック、3着粘った8番ビーアストリッシュ、その後9番カンロン、7番レッドモンデール、2番アサヒ。1分47秒9、今年のこの共同通信杯から新星が誕生しました。10番ダノンベルーが初開催、あっさり突き抜けて重賞ウィナージオフィリックを問題にせず、2戦2勝で共同通信杯を制しました。2着5番ジオグリフ、3着8番ビーアストリッシュと勝ちタイム1分47秒9、上がりはゴールまでの 800m 46秒8、600m は34秒3でした。松山公平騎手場ダノンベルーが共同通信杯には1着と発表されました。父ハーツクライ、母コーセントは2016年のブリーダーズカップジュベナイルリンサーブの2着が、選挙制度交代セッションで1億6000万円の値がつきました。10番ダノンベルーが2級戦、そしてこの2戦目共同通信杯の快勝、この先がさらに楽しみになる共同通信杯制覇ダノンベルーがです。到達順、1着10番ダノンベルーが、2着5番ジオグリ、3着8番ビーアストリッシュの、4着9番ジュンクロスタム、5着2番アサヒ、確定までお待ちください。Thank you.